マウイ軍はアメリカ合衆国ハワイ州の軍である。軍域はマウイ島、カホーラウエ島、ラナイ島、モロカイ島及びモロキニ島で構成されている。2010年国勢調査での人口は15万4834人である。軍庁所在地はワイルクである。アメリカ合衆国の統計上のカフルイ・ワイルクラ・ハイナショートとはマウイ軍全体のことである。 マウイ軍は、軍長、軍政委員会方式に似た、統治形式を採用している。伝統的な自治体政府とは異なり、衆議会の法律によって設立され、認可を受けてはいない。行政権は4年任期で、無党派選挙で選出される軍長にある。軍長は、連続して2期までの多選制限がある。立法権は9人の委員からなる、軍政委員会にある。 委員は10人である必要がある。しかし、マウイ軍の有権者は、候補者の住所に関係なく9人すべてを選ぶことができる。委員は2年任期で無党派選挙で選出される。委員は連続して5期までの多選制限がある。1996年、マウイ軍タイトンプソンタ事件84法105に対する判決がハワイ州最高裁判所より出され。 マウイ軍検証は強い軍政委員会と弱い軍長の形態を取ることを求めた。これは元軍長のリンダ・リングルが軍政委員会の承認なしに外部からカウンセラーを雇用したことを無効とするものだった。現在のマウイ軍長は2011年1月2日以ラ荒川である。荒川は2002年から2006年まで軍長を務めたことがあった。 2004年アメリカ合衆国大統領選挙の際に、マウイ軍はアメリカ合衆国の軍で唯一民主党候補に、デニス・クシニッチを勝たせた軍である。クシニッチは最終的に指名を得られなかった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2398.74平方マイルであり、このうち陸地は1159.20平方マイル。 水域は1239.54平方マイルで、水域率は51.67%である。マウイ郡の諸島は、太古のマウイヌイと呼ばれる、現在の諸島を包含していた陸地の名残である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ラナイ島、マウイ島モロカイ島王子は、マウイ島のラハイナを中心とする捕鯨業があった。農業に関しては、 砂糖キビプランテーションはプーネネを最後に終了した。現在は観光業が中心で、最近マウイ軍政府は、機兵のハイテク産業にも力を入れている。2010年度マウイ軍包括的財政、報告書によると、軍内主要雇用史12欠は、下表の通りである。マウイ島では2つの空港が、定期便を受け入れている。ラナイ島には、ラナイ空港がある。 モロカイ島にはモロカイ空港がある。マウイ郡は夏季21の都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。